明らかにこれから世の中は、まあ、5年後なのか10年後なのかガラリと変わって、多くの人たちがやってるくだらない仕事は全廃されます。多分世の中って意外と変わらないんで、なかなか変わらないんですよ。例えばスマートフォンが出たのって2007年とか8年とか、8年か、初めて出たのは2008年なんですが、皆さんが使い出したのって多分その5年後ぐらいですかね。 SNS も2006年ぐらいにはできてたんですけど、みんなが使うようになったのはやっぱりスマホが出てきてから、5年ぐらい経ってですね。だからなんか10年とか、だいたい世の中がこうあるべき姿になるっていうのに10年ぐらいかかるんです。なので今は例えばチャット GPT ってのできて、 AI だ、これからはその汎用人工知能の時代が来るって、時代が来るってかもう来たんですけど、僕の中ではもう来てるんですが、まあ、世の中の人たちは相変わらずくだらない仕事をしてるわけです。 AI に任せれば一瞬で終わるような仕事をなんか必死こいて、ね、何日もかけて作ったりとかしてるわけですね。